ったということは大きいんじゃないですか。いや本当ですね、また次につながりますしね、打線も自信を持てると思いますね。本当にそうですよね。この球は外れています。低いところへ決めてきました。ワンボールツーストライクです。まあ、ここは際どいところも当てていかないといけませんね。インサイド打ち上げました。センターへ、伸びがありません。センターが取りました。打順は3番佐野。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。空振り、得意のボールでストライクを取りました。ファウルになります。アウトロー見送ってボール。これが4球目。低めはボール。さあ仕留められるか。見逃し三振、ツーアウトになりました。バッターボックスには4番マキ。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。空振りになります。ノーボールツーストライク。アウトコースのチェンジアップ。素晴らしい一振りでした。追い込まれてからのストレート、しっかり引っ張ったあたりはスタンドまで届いています。追加点が入りました。 DeNA ベイスターズ5対0。いや早い打球でしたね。あっという間にスタンドに飛び込みましたね。はい、見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。ナイスバッティングですね。この展開でこの点差、勝利の2文字が見えてきました。打席には5番バッター宮崎。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。はい、今日はタイミングが合ってますよね。期待しましょう。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。取って3アウトです。しかしこの回ベイスターズソロホームランで追加点を挙げています。7回終わって5対0、 DeNA ベイスターズのリード広がっています。8回の表、追いかけるカープの攻撃。バッターボックスは8番相澤。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ベイスターズ大きく点差をつけて8回を迎えています。さあ里崎さん、この後のピッチング、どのようなところに注目しましょう。まあそうですよね、攻撃陣が点差を広げてくれてますからね。とにかく点をやらない粘りのピッチングが求められますね。なるほど。さあしっかりと守っていきたいところ。バッターボックスには代打の堂林。さあ西さん、なんとかここは意地を見せたいですね。当然ベンチもそれを期待してるでしょうからね。そうですね、この起用に応えたい。初球は際どいところに来ました。ストライクです。
さあ2球目は何か。ライト方向を流しました。弾き返した打球はライトへ。打順は1番に帰ります。バッター野間、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトになっています。この回の浜口4球でツーアウトにしています。そうですね、まあ理想的な投球と言えるでしょうね。はい、さあ次のバッターはどうなるか。次が2球目。インサイド落ちました。野間ヒットが出ました。ツーアウトランナー一塁。バッターボックスには代打の菊池。さあ西さん、なんとかここは意地を見せたいですね。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。インサイド決まっています。2球目は何で来るか。打ちました。詰まりながらもセンターへ。ここは打ち上げています。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。5対0、 DeNA ベイスターズがリードしています。8回の裏、ベイスターズの攻撃です。一方カープはピッチャーが変わります。松本、3番手としてコールされています。点差が大きく開いた場面での登板となりました。バッターボックス外、先ほどの打席は相手のエラーで出塁しています。ベイスターズ攻撃が噛み合い、大量リードで8回の攻撃に入りました。西さん、点差はあるんですけれども、先頭バッターとして役割をぜひ果たしてほしいところですよね。そうですね、ここは攻めたいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。まあ、ここはもう狙いを決めて、それが来たらフルスイングですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。7番バッター戸柱、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。変化球タイミング合いません。あっという間に2ストライクです。アウトロー外れます。ボールです。平行カウント、バットに当たりません。三振、ワンアウトです。8番バッター森、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。ワンアウトランナー一塁です。これが2球目。入れてきました。148キロ。落ちる球、インサイド、弾き返した打球はセンターへ。センターが取りました。ツーアウトです。バッターは浜口。ツーアウトになっています。
インコース決まってストライク。いいボールですね。はい、低めにストレートが決まっています。ノーボールツーストライクです。今のはよく見ましたね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。8回終わって5対0、 DeNA ベイスターズがリードしています。さあマウンド上の浜口、完封を予感させる投球でここまで来ています。里崎さん、もうここはファンも完封を期待していると見ていいですかね。まあ点差もありますし、気持ちの余裕も多少あるんじゃないですかね。まああとはしっかり投げてもらいたいですね。はい、ファンの期待に応えてほしいところです。2球目打ちました。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。4番バッターマクフォール、今日はまだ当たりがありません。先ほどアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね、ここは慎重に行くべきでしょうね。はい、そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。体に近いところ、打ちました。ここはフライになっています。マク抑えてワンアウト。バッターボックスには代打の磯村。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。そうですね、まあただこういう場面を確実に抑えることが勝ちにつながってきますからね。そうですね。さあここをしのいでいけるかどうか。打ちました。セカンド取った。二塁を送ります。セカンドフォースアウト。これで3アウト。試合終了になりました。今日は見事な完封で白星を挙げました。 DeNA ベイスターズが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。西さん、相手エースを打ち崩しての勝利です。これは価値ある1勝と言えると思うんですが、いかがでしょう。いや大きいと思いますね。この1勝、まあただの1勝じゃないですよ。まあ相手にとってはもう本当に大きなダメージですからね。大きな勝ち星ということになりました。勝った DeNA ベイスターズ、大きな今日は勝利になりました。一方のカープですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで横浜スタジアムから失礼いたします。